人工的に落ち葉を再現してますけど、ちょっとね人工的だけど、ね246ですね。青山通り。うわ、映んないな。というか顔が大きすぎる。こんにちは。あ、今聞こえた。外苑のイチョウ並木なんですが、もうだいぶ落っこっちゃってて、もう一回アウトカメ。よいしょ。ね。今お一人ね。じゃあお一人でも。出発しますよ。こういうので首から下げて、後でカフェで。一応端っこまで到着しました。どうでしたかこの葉っぱが、あ、もうなんかもう一個あるな。こういうバージョンもある。なんか葉っぱが違う バージョンもありますね。いかがでしたかね。見えたかな。どうだろう。良い感じでした。なるほど。それではなんかね、あれが赤信号が青になったら、今度真ん中の道路を走ってみます。お付き合いいただきありがとうございます。この変な葉っぱはなくしてみましょうかね。これでいいかな。次は変な葉っぱなしでいきます。変な葉っぱっていうか装飾なしで。じゃあちょっと首から下げるので振動が。よいしょ。広いですね。見えてるかな。大丈夫かな。斜めかな。こんな感じ。斜めになってる。まっすぐになった。私めっちゃ姿勢を良くして映るように背筋が伸びてる。土日になるとね大混雑なんですよ。でももう気温がだいぶ落ちてるので、そこまで混雑しないかな。今年はね気温があんまりよろしくなかったんですよ。台風で、夏から台風が頻繁に来ていて、葉っぱが
でね、声聞こ、本当に声聞こ、一応喋ってみたんですけど、走りながら音が流れちゃうかなと思って、あ、初めて見たんだ。なんか多分検索すれば出てくるけど、ライブはなかなかね、だいぶ上がこんな状態になってしまったんですが、ちょどうだろうな、ちょっと私これ自転車を引きながら行けるかな、ちょっと降りてやってみようか、できるかわかんないけど、そう片手運転難しいけど、あ、これ私の自転車と私です。あー、綺麗かもね。ここは行きは歩きで、帰りは自転車でやってみますか。アーカイブがうまく残ったら残しますけど、これねライブだから楽しいんですよね。こう下から見ると少しね残ってるけど、てっぺんの方はもうほとんど葉っぱがないんですよね。ここちょっと見ましょうか。こんな感じで明治神宮外苑案内図、あの球場からは花火が打ち上がりますね。花火のライブちょこっとしましたけど、でもね、ほんと少ししか見えなかったのに、ジモティなのにあんま見れないってやつ。これマイクもね、あの紅白マイクではないのですが、よいしょ、すごいまだなんか溜まってるんだけど、でも自転車で3分くらい、歩いたら5分ぐらいかな。あそこは結構ね、ここに来るといつもこのレストラン、ロイヤルガーデンと木八ですね。ここは綺麗かもね。よいしょ、歩くとブレちゃうね。これサブのインスタだからあまり見てる人いないと思うし、昼間だし。黄色はね、綺麗ですね。もうちょっとなんか全開の時にしたかったんだけど、自分のタイミングが合わずですね。黄色い絨毯、なんかワンコ連れてきてる人もいっぱいいて、私も前連れてきたことあるんですけど、銀杏を間違って食べちゃうといけないなと思って、ワンコロリン銀杏ダメなんで、皆さんワンちゃん連れてきてるけど、犬が銀杏を食べないように注意してほしいな。ちょっと携帯触っていてよかったら、ほんとこれってなんかお知らせの連絡みたいなのって来るんですかね、足元、皆さんのところに。あそこもね、ちょっとしたカフェというか、オープンテラスもあって、この寒い中外で食べてる人もいる。ここら辺もいいですね、絨毯。行きます。あれ、なんか今私が一瞬映った、これは不具合が起きてますね、きっと Facebook 社。あれ、ベンチが綺麗になってる。前なんかもっと汚かったんだけど、もっと、あ、わかった、この中央の根っこがあるのを阻止する棒。よかった、私に吠えたんじゃなかった、なんか前の人に吠えた。新しいからなんか全体的に新しく見えたけど、他のところ古いですね。あ、確かにね、ここ寝ようと思えば寝れるから、よいしょよいしょよいしょ。
方はほんと少し残っているかな。曲がってる、あれ台風で曲がっちゃったのかな。いつもすごいストレートで、例えば こっちですね、これはすごいストレートですよね。本当にね、まっすぐになるようにうまくカットして、いつもやっぱ専門の方がやってると思うんですけど、これがね曲がっちゃってるんですよね。他のはこんな感じでストレート、すごい綺麗にここ揃えてるんだけど、なぜかこれがすごい曲がってる。台風の影響というか、この木がそうなっちゃってるのかな。この子たちは大丈夫。なんか行きましょう。ちょっとストップ。あそこにもなんかある。あっちまで入れないからな。ちょっと拡大してみるしかないですね。拡大拡大。はい、こんな感じでございます。アーカイブ残るといいな。戻す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 。よいしょ。こんな感じで。おお。ああ、なんか走ってきたから、自転車で走った分髪が。こんな感じですね。今日帰ったらば。なんか撮影をついでにやろう。せっかく上を、あーいいね、この角度もいいね。上が見えるのいいかもね。え、このまんまリュックの上にこれを乗せて、ちょっとインカメで走ってみましょうか。よいしょ。これをね、はい、はい、ちょっとね、写真タイムお待ちくださいね。どんな感じで、はい、縦でいいですか。縦でいいです。縦でこういう感じ。はい、すいません。わあ、中国語だ。このまんまフォト、フォト何枚かいきます。すっきりして。何枚か、チェックしてください。ありがとうございます。大丈夫、ちょ近いですね。近い、あ、ちょっと遠いの感じで、遠い遠いの感じで、私ちょっと遠いところに、遠いところに、はい。すいません。今ね、こういう事態になってます。今こういう事態、少々お待ちくださいね。もうちょっとバック、はい、もうちょっとバック、あ、これで OK？ 結構チェックして、正解。はい、こういう感じ。オッケー。はい、ありがとうございます。あ、まとっかさんいらっしゃいませ。じゃあね、どうしようかな。一度インカメにして上を向かせますね。ね、で、これ上を向かせ、あ、取れちゃった。よいしょ。こうやって、あれ、はい、こうやりまして、上向いたまんま移動すると出ないのかな。あ、こんな感じだ。でね、自転車から今降りて移動してます。じゃないとね、ブレブレになっちゃいますよね。自転車乗ってみましょうか。もっと速くなるかもしれない。ちょっと乗ってみますね。大丈夫かな。ちょっとブレないように運転する。うわー、なんとか映ってるかな。大丈夫かな。
る落ちる。どうでしたか？前髪が分かれてる。なんかね、ヒロさんはさっき首からこれね、こういう、あ、なんかかぶさった。こういうので首から下げてさっき走ったんですよ。この中央道を。で、はい、こんな感じですね。で、ここが中央の、さっき走ったんだけど、こっちがね、こっちの方が多分景色的にいいかもしれないから、ちょっとね、よいしょ、はい、首から下げるの、少々お待ちください。ここはね、40キロのところは、まあ、ノロノロ走るの、きれいなので。ここはここでね、あの広すぎるからちょっと葉っぱの感じとかは分かんないけど、だいぶオタクな映像ですね。首にかけますよ。葉っぱが挟まれてるんだけど、向こうの方が日が当たるからなのか、葉っぱの数が多いのかもしれない。向こう岸ジモティジモティジモティ以外のなんか言い方ってあるのかな。あ、なんかもうフードかぶってる。あ、どうやって終わらせるかまた忘れちゃった。これかな。